大谷翔平選手、満票で MVP 選出。 MLB 公式サイトの発表に世界から疑問の声。発表する前からみんな知ってるぜ。海外の反応。大谷翔平選手は今日もスタメンを外れ、4年ぶりとなる7試合連続での欠場となりました。右脇腹痛も軽傷という報道がされ、フィル・ネビン監督はここ数日、もう1日あればいいだろうという趣旨の発言を続けた中での今日の欠場。今日の欠場についてフィル・ネビン監督は、彼が明日プレーできるのは現実的だと思っている。まだスイングしていないが、昨日はスイング時に体調はかなり良くなっていたと語り、明日こそ復帰するという旨の発言をしています。ここ最近はもうチームの勝敗はどうでもよくて、大谷翔平選手だけを楽しみに見ているという人も多かったと思いますし、今日こそ復帰かと思っていただけに、がっかりした人も多いのではないでしょうか。ここ数日、フィル・ネビン監督の発言をどこまで信じていいのか、さすがにネット上だけでなく米野球指揮者からも苦言が呈される事態になっています。ただ9月3日日本時間4日に米メディア USA Today のスクープ記者として有名なボブ・ナイチンゲール記者が、翔平大谷の考えをよく知る人物への取材結果として、彼が今後10日間以内に今季の出場を終えてトミー・ジョン手術を受ける可能性があると考えている。本拠地7連戦最終戦となる10日、日本時間11日の試合が手術前最後の出場になると報じましたが、フィル・ネビン監督は明日からのシアトル遠征にも大谷翔平選手を帯同させると明らかにしているので、さすがに帯同までさせておいて一試合も出場させることなく今季終了というのはさすがにないでしょう。さて、今回は MLB 公式サイトが行った最新の MVP 模擬投票で、大谷翔平選手が満票で MVP 選出されたということについて紹介します。今季のレギュラーシーズンも佳境を迎える中で、各個人タイトル争いの行方も白熱。とりわけ両リーグの MVP 争いはファンやメディアの間でも様々な議論が交わされ、注目度が日増しに高まっています。ただア・リーグの MVP は大谷翔平選手で確実という声が占めており、右肘靭帯損傷や右脇腹痛で7試合連続欠場中と辛い状況に置かれてはいるものの、すでに史上初となる1シーズンでの2桁勝利&40本塁打以上を達成。そして注目のア・リーグ本塁打王争いでは44本塁打を記録しており、今日11日時点で2位のルイス・ロベルト選手に9本差をつけ独走状態となっています。残り約20試合となった中での9本差なので、ア・リーグホームラン王は確定と言えるでしょう。さらに近年の MVP を決める上での基準ともなっている指標王においても、ア・リーグで2位に 3.4 差をつけてのダントツ1位、打者だけの指標で見ても2位に 1.1 差をつけて1位と圧倒的です。ただ一部で大谷翔平選手 MVP を懸念する声もあります。というのも9月に入りコーリー・シーガー選手が規定打席数に到達し、打率争いでトップになり、米メディアジアスレチックのケンローゼンタール記者は、シーズンが終わるまでに大谷がプレーをやめた場合には議論が起きるかもしれないと MVP 争いにも新しい風が吹いていると報道。とは言っても大谷翔平選手の MVP は決定的だという見方の米メディアは多く、例えば米紙ザ・シアトル・タイムズは、どう考えてもアメリカンリーグは大谷が MVP だ。正直に言えばシーズン最後の1ヶ月で今年の彼を追い詰めるような選手が出るとは想像しがたい。大谷が二刀流プレイヤーとして成し遂げたことはそれほど素晴らしく歴史的だと、二刀流のスーパースターの圧倒的優位性を唱えています。なお MLB の MVP は全米野球記者協会で選ばれた記者の投票によって決まります。ただその投票に明確な受賞基準はなく、あくまで記者の価値観が優先され、チーム成績を重視する人がいるのも事実ではあります。とは言っても大谷翔平選手は投手として一時はサイヤング賞最有力にもなり10勝を挙げ、ホームラン王は固く打点王の可能性もあり、オプスでも独走しているという素晴らしい成績を残していることを考えれば、2度目の MVP は固いと言えるでしょう。そんな中 MLB 公式サイトが日本時間9月8日担当記者たちによる最新の MVP 投票の結果を発表しました。記者が両リーグの候補者トップ5に投票するもので、1位票を得ると5点、2位票は4点、3位票は3点、4位票は2点、5位票は1点が加算されます。今回は54人の記者が参加しましたが、ア・リーグは大谷翔平選手に54人全員が1位票を入れ、ダントツの1位で270点という結果になりました。 MLB 公式サイトは内側側副靭帯を損傷し、投手として今季終了につながったものの、打者としてはまだシーズンは続いており、この二刀流のスーパースターはすでに非常に多くのことを成し遂げた。そのため彼が未だに圧倒的な有力候補だと評価しています。なお
2位はレンジャーズのコーリー・シーガー選手、3位はマリナーズのフリオ・ロドリゲス選手、4位はアストロズのカイル・タッカー選手、5位はレイズのヤンディディアス選手となっています。投票者54人の細かい内訳については公表されていませんが、1位票が全票で大谷翔平選手に入っていますし、もし今季残りを全て欠場しても大谷翔平選手の MVP は間違いないでしょう。それではここからこの MLB 公式サイトの模擬投票の結果、大谷翔平選手が満票 MVP に輝いたことに寄せられた海外の反応を紹介します。もう公式に今季の MVP を発表すればいいじゃん。今すぐ彼に MVP と野球殿堂入りを。はっきり言って大谷以外に MVP はありえない。正真正銘のスーパースター、アンチ大谷が相変わらず存在する不思議。 MVP 翔平結婚して、彼はもはや野球ファン全員が応援する選手。もう二度と大谷のような存在が地球に登場することはないだろう。俺たちは今人類という存在が見ることができる最高の選手を見ているんだ。みんなバッティングのことしか注目してなくて、忘れてるかもしれないから一応言っておくと、彼は10勝しているエースピッチャーです。私、大谷が出場してくれるだけで幸せ。最近は生きる希望がないの。ウィキペディアの野球の神様の項目はベーブルースから翔平大谷に上書きしておこう。もうベーブルースと比較するのはやめるべきだ。ベーブルースが野球の神様であることは変わりない。ただ翔平大谷は新しい野球の神様なだけだ。二人の神を比べる必要なんてないじゃないか。野球を選んで野球を救ってくれてありがとう翔平大谷。この男には驚かされっぱなしだよ。大谷は本当に MLB 史上最高のシーズンを送ったよね。やめて、まだ終わってないから。さて、もう伝える必要はないというコメントもありますが、記録として簡単にチームの現状をお伝えすると、エンゼルスは今季 88.8% の試合を消化し67勝77敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外8位、プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り18試合全勝しても届かず、ファングラフスが算出しているエンゼルスのプレーオフ進出確率は 0.0% と、エンゼルスの9年ぶりプレーオフ進出はデータ的にも完全についえました。2023年は WBC から始まり、大谷翔平選手には本当に夢を見させてもらいました。今季あと何試合出場するのか分かりませんが、一試合一試合大事に応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。